歳、小学校の卒業直前ぐらいに、まあ自宅にあったパソコンのフリーソフトで、まあいろんなゲームが入ってたんですけど、その中にチェスがあって、他は将棋や、まあ囲碁なんかもあったんですけど、チェスだけが全然自分にとって、まあ未知のものだったんで、まあこれなんだろうなって言って開いたのがチェスと出会ったきっかけですね。まあ、出会ったのはそのコンピューターのソフトで、まあ本格的には中学、麻布学園の中学校に入って、まあそこの部活で、覚えたっていう感じですかね。まあ、たくさんあって本当に人それぞれだとは思うんですけど、私にとっては本当にまあ、チェスに出会って自分の、まあ、世界が広がったっていうんですかね。まあ、人との付き合いもそうですし、試合で海外に行くようになって、各国の選手、20〜30カ国ぐらいで多分100カ国ぐらいのプレイヤーと対戦をしてるので、まあ、そういう人との交流が広がったりだったり、あとはまあ、そうして、そのいろんなところで試合をしてみると、老若男女、まあ、性別も国籍も、はい、年齢も問わず対等に、はい、ゲームができるっていうところは、まあ、チェスのすごくねいいところだなっていうふうに思いますね。そうゲームとしての魅力すると、まあ、そのチェスは、まあ、その引き分けがあるっていうのが、まあ、そのチェスに慣れない人にとっては、まあ、退屈に感じるようなことも、まあ、多いかなと思うんですけど、やっぱりその自分で試合をやってみると勝てそうだなって思ったものがうまくさせずに引き分けにされてしまったり、そうですね、これは引き分けになるかなって思ったのがうまく相手のミスにつけ込んで、まあ勝てることもあったりするので、勝ち負けだけじゃなくて、その中間の引き分けがあるっていうのが、駆け引きを生む一つのポイントになるので、その引き分けがあるっていうのはね、すごく、まあ、チェスの魅力を深めてるんじゃないかなっていうふうに思います。チェスやらない人にとってはトレーニングっていうと、スポーツみたいに筋トレとかじゃないので、まあどういうものかっていうのは分かりづらいんですけど、チェスは、まあそのパソコンで、もう iPhone でも、まあ世界中のプレイヤーとね、対戦ができるので、まあそういうもので対局をしたり、まあその対局を、まあ自分で振り返って、まあどこが良かったか、もうどうすればもうちょっとよくできるかっていうのを分析したり、あとは、まあ、自分の試合だけじゃなくて、世界中でもっと自分たちよりもずっと強い人たちが、まあ、たくさんいい試合を残しているので、他の人の試合からの勉強と、自分の試合の中で試してみて、まあ、それの振り返ると、まあ、基本的にはそのサイクルの繰り返しになりますね。10年前は、まあ、日本にまだインターナショナルマスターというね、タイトルを持っているプレイヤーがいなかったので、私はそれを取りに海外に、はい、長く行って、まあ、そこでプレーを、まあ、し続けることで、まあ、そのタイトルのね、獲得を目指して、まあ、それを実現したんですけど、まあ、やっぱり日本でまだその全然取ったことがないものっていうのが、まあ、自分で本当に取れるのかっていうのは、まあ、やってみないともちろんわからないんですけど、やっぱりその不安はありましたし、その遠征の中で、まあ、たくさん負けが込むこともあったので、まあ、そういう時はやっぱりそうですね。まあ自分の目標が達成できるかっていう不安や、まあ自分のやってることが、まあ、正しいことなのかなっていうのが、ね、まあ自信が持てない時も、はい、ありました。まあ、そのプレイヤーとしてだけじゃなくて、まあ今、そのチェスを教えることを仕事としてやっているわけですけど、まあ高校を卒業するぐらいには、まあそのチェスを仕事にしたいと思っていたので、それも、まあ、日本で当時、まあ、誰もやっていないことだったので、まあ、まあ、強く反対されたっていうことはないですけど、まあ、それ難しいんじゃないかなっていうようなことは、まあ、周りに言われることはあったので、まあ、それを、そうですね、まあ、挫折っていうのとは違うかもしれないですけど、まあ、本当にそのチェスで生きていけるのかなっていう、まあ、不安はありながらも、そうですね、まあ、なんとかここまでやってきたっていう感じですかね。まあ一番はもちろんチェスが好きだからなんですけど、そうですね。私が、まあ高校2年生16歳の時に初めて、まあ全国大会で優勝して、まあ当時の最年少記録を更新して、まあそれでも、まあ日本ではチェスは、まあプロは無理だよね、みたいに、まあ自分が諦めてしまったら、まあその先、まあ続く後輩たちも、まあそのチェスでやっていきたいなっていうふうに希望を持つことが難しい、状況が、まあ、長く続くかなって思ったので、まあ、その自分がなんかこう、うまく、まあ、日本にいながら、チェスで、こう、まあ、プレイヤーとしても、
まあトレーナーとしてもうまくこう道を切り開いていけたら、まあそれは、まあなんか他の人にうまくいい影響をね、長く、与えられるんじゃないかなって思ったのが、まあ自分はこう、この十数年活動できてきた、まあ一つの原動力っていうふうに言えるかもしれないですね。そうですね。チェスはメンタル面すごく重要だと思いますね。今も自分が置かれている状況が、まあいいのか悪いのかっていう判断はもちろん技術的なところによるのも多いですけど、直前を勝ってるか負けてるかとか、まあどういうふうに自信を持ってそこに臨めているとか、はい、そういうのもやっぱりそこで、まあうまく判断できるかっていうのを、まあ左右する重要な、まあ、ファクターになると思いますので、まあそこまでの試合のまあ流れであったり、まあ結果であったり、あとはもうそのチェスから離れてどういうふうに過ごしてきたかとか、そういうのはすごくメンタルにね、強く影響してくると思うので、さっき言ったその引き分けするかどうかみたいな駆け引きのところも、はい、まあメンタルに結構重要だと思うんですから、まあだから人間が相手だから、まあできる揺さぶりとか、そういうのもね、はい、あると思いますので、まあ人間相手とコンピューター相手でチェスをするのも結構違いますし、まあ、そのメンタルが占める割合っていうのはチェスにおいては結構大きいと思いますね。そうですね。もちろんそのチェスの気力自体は上がってると思いますし、多分それだけじゃなくて、10年以上のその経験を積んでるので、まあ、たくさんの、なんか、まあ、局面の、に遭遇する経験もそうですし、まあ、自分より強いマスターたちと試合をするっていうこと自体も、たくさん、まあ、経験を積んでるので、まあ、いろんな、まあ、この十数年の、まあ、経験を活かして、まあ、うまくね、その試合運びができたらいいなっていう、まあ、そういう変化が、自分の中にあるといいなっていうのを期待しています。まあ、結構、大舞台でも、昔から普段通り、まあできることは多いですし、まあその落ち着いてよくできるねって言われることも多いので、変わらないといえばその、まあ試合が、まあ、楽しみで、まあそこに落ち着きというか、まあ自信というかわからないんですけど、まあそういうものを持って、はい、まあしっかり臨めそうだなって思ってるのは、まあ今、以前も、まあそこまで変わらないんですかね。一局はそれは楽しみですよ。それは、まだまだね、試合したことなくて、試合してみたい人は、まあいっぱいいますし、まあその、まあ多分強い相手と試合をしたいっていうだけではなく、まあまあ、有名か無名かっていうだけでもなく、見てなんかこの、まあすごいなって思うプレイヤーや、まあ試合してみたいなって思うプレイヤーいるので、まあそういう人とのね、対局の機会に恵まれたら、やっぱりそれはすごく、楽しみだなって思いますね。まあでも、まあとは言いながら、まあ、まあどんな試合も楽しみですよ。誰が見てでも、まあ、ジェスが好きでこうやってるわけですから、はい。まあアジア大会は、まあオリンピック同様に、まあ結果が、テレビのニュースでね、報じられたりする、まあそのすごく大きいね、スポーツ祭典ですので、はい。まあその中に今回入れたことも光栄ですし、まあ自分自身がね、この日本代表としてそこに参加できるっていうこともすごく光栄ですので、まあこれを機会に、チェスってスポーツなの?みたいな、そういうところから、興味を持ってくださっても全然構わないですし、チェスちょっと興味あったけど、まあ、どういうふうにやってるのかなって気になって、まあ見てくださる方もいるかもしれないですし、本当にね、いろんな方に、チェスね、こういう競技で、まあ、すごく、楽しめるものなんですよっていうのをお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、応援していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。